現在最強のレスラーとして日本のプロレスファンから熱い視線を受けている男、スタン・ハンセン。192センチ、135キロの巨体からは想像できないほどのスピードで暴れまくる。その攻撃的なプロレスは日本のマット界のみならず世界のマット界からもプロレスのニューウェーブとして注目を浴びている。彼は1949年オクラホマシティで生まれ、ウエスト大学時代はブルーザーブロディと共にフットボール部に所属していた。プロレスラーとしてのデビューは1973年24歳の時だった。俺はとても運動神経が優れていたし、スポーツが得意だったんだ。だからプロフットボールをやめた後、今度はプロレスラーとして俺の運動能力を生かそうと思ったのさ。強くなれば金も稼げるしね。ファンクファミリーが俺にプロレスを紹介してくれたんだ。ドリー・ファンクシニア、ドリー・ファンクジュニア、それとテリー・ファンクが俺にレスリングを始める手助けをしてくれたんだ。スタン・ハンセンがセコンドでどうやら指示を与えるようです。山田さん、スタン・ハンセンとブルーザー・ブロディはアメリカでは非常に仲がいいんですよね。そうなんですよね、ドリー、さらに締めた、伝家の宝刀、伝家の宝刀、ファンク一家の、おっと、外ではウェスタン・ダリアートが見えました。スタン・ハンセンがとうとう手を出しました。テリーは完全にダウン、テリーはダウン、さあ、スタン・ハンセンが怒った、スタン・ハンセンが怒った、馬場も怒りのチョップ、鶴田も怒る、大変です。これよりリング上では表彰式が行われようとしているんですけども。スタン・ハンセンは昭和56年12月13日全日本プロレス世界最強タッグリーグ戦最終日、蔵前国技館のマットにブルーザー・ブロディ、ジミー・スヌーカ組のセコンドとして突如出現した。それまでハンセンは全日本プロレスのライバル団体である新日本プロレスの外人側のエースとして活躍していたため、この出来事はプロレスファンにとってまさに大事件だった。全日本プロレスには7年ぶりの登場となったわけだが、新日本プロレスのマットでは5年間にわたってアントニオ猪木と抗争を繰り広げてきた。新日プロで猪木を倒したことは思い出に残ってるよ。猪木の NWF チャンピオンベルトを奪ったことが日本で一番重大なことだったと思うよ。猪木を倒したレスラーはたくさんいるわけじゃないし、猪木は強いレスラーだと思うし、勝てると思ってたけど、勝った時は嬉しかったよ。それから東京でアンドレ・ザ・ジャイアントと戦った時、やつにラリアットをお見舞いして勝った時、この試合もとても嬉しかったよ。
アシラハラ大きく鎮管を投げ飛ばしてダブルチャップ、しかしものすごいパンチだ、ものすごいパンチだ。そして大きく今度はおっとジャンピングニーパット、強烈顎の先端にヒット、すごい迫力であります。ジャンピングニーパットも当たりました。今度は猛烈抱え長いエルバードラップ、すごい迫力だ、すごい迫力だ。鎮管スタンハンセン、そして大きく伸ばす、やったー、ウエスタンラリアート、ウエスタンラリアート、黄金の左腕、そのままカウントスリー、ウエスタンラリアート、強烈なイメージを残しました。黄金の左腕炸裂、立ち名乗りは受けません。得意のハンセンポーズ、ロングホーンを高々と天井の方に突き出しました。わずか試合は2分25秒、アシラハラマットに沈んでしまいました。プロレスファンに世界最強の技はと聞くと、ほとんどの人が口を揃えて答えるのがハンセンのウエスタンラリアットだ。この技はハンセンの代名詞的な存在で、多くの選手がこのラリアット台風によって総なめにされている。ウェスタンラリアットは俺がフットボールから編み出した技なんだ。プロレスリングのことを知り、そこでどうやって練習するかが分かり、プロレスの基本的な技を学んだよ。その時俺は敵を仕留めてやる方法、必殺技を考え出したんだ。ウェスタンラリアットは俺が作り上げていった技だが、いろんなやつが真似をしてるよ。でも俺が最初に考え出した技なんだ。ラリアットを必殺技にするために俺は牛とも戦ったよ。牛と取っ組み合いの戦いをして、首のところにラリアットをぶち込んでやったんだ。そうすることによってラリアットは最強の技になっていったんだ。この技を最初に使って成功したのはブルーのサンマルチの戦だね。ヤーツの首をへし折ってやったんだけど、そのことで俺が強いレスラーだっていうことが知れ渡ったのさ。ブルーのサンマルチノの首を折ったやつがいる、すごい相手を倒したということだったんだな。それでみんなはラリアットの破壊力を認めたんだ。数々の名勝負を残してきたスタン・ハンセン。だがプロレスラーとしての道はまだ始まったばかりだ。スタン・ハンセン、彼のプロレスラーとしての夢は果てしない未来に満ち溢れている。俺のプロレスラーとしての目標はもちろん NWA チャンピオンになることさ。リック・フレアと NWA のチャンピオンをかけて戦ったんだが、引き分けだった。
ハーリーレースとやった時も引き分けだったんだ。俺のパワーと必殺技をもってすれば世界チャンピオンに絶対なれるぜ。だから自信を持って言ってやるさ。 NWA チャンピオンになってやるぞ。それが俺の目標だ。プロレスのマットに戦いの場を移したハンセンにとって、新たなるターゲットになったのはもちろん全日本プロレスの総帥ジャイアント馬場である。異常な興奮の中、ハンセンと馬場の初の一騎打ちは昭和57年2月4日に行われた。会場となった東京体育館は1万500人と14年ぶりの超満員の客で膨れ上がっていた。場内はもうゴーゴーたる声援であります。もう1万500人のお客様、もう熱心にこの馬場スタンハンセン戦をじっくりと観察しておりますが、しかしジャイアント馬場の非常にいい作戦に何かこう打たれたというような感じがいたします。完全に馬場コールに包まれました1万500人の東京体育館。さあしかし隙を見せますと危ない。何しろ馬力があります、パワーがあります。スタンハンセン一度立ち上がりました。そしてストンピングを落とします。ストンピングを落としますが、ババアもがっちりと左の腕を取って離しません。あくまでも左の腕を取っております。関節攻撃に出てまいりました。ジャイアントババア左の腕は離してはなりません。そして黒いサポーターの上からチョップチョップ、さあ関節にチョップ。それではラリアットは打たない、ベストンラリアットは打たない。やれやれババア、やれやれババア。さあ行きました、左の腕殺し、左の腕殺し。ババア再三空手チョップを見舞います。これで完全に一つのウエスタンガレートを防いだでしょう。しかし今は円錐切り、円錐切りでこれを離しました。スタンハンセン大きく抱え投げ、力持ち、怪力135キロスタンハンセン。さあしかしまだ危ないぞ、油断大敵だ。ババア危ない、ババア危ない、ババア返した、返しました。好試合になってまいりました。ジャイアントボーダースタンハンセンの PWF のヘビー級の選手権試合、やり合います。今度は喉元へ、脳天へ、馬場が返す、チョップを返す、チョップを返しました。思い切ってロープに踏んで、今度は32万人間ロケット砲。スタンハンセンさすがに馬場の前に屈しました。32門であります。そして右足を合わせます。しかしスタンハンセン危ないぞ、おっといきます、ショルダースルー、ショルダースルー。スタンハンセンウエスタンラリアット危ないですね。そうですね、相手から行けますからね。しかしジャイアントボーの視線は完全にこの黒いサポーターに目が合ってましたね。余裕を持ってね、見極めてますね。そうですね、相手の呼吸には合わせません。そこがうまいところです。ジャイアントボーはもう一回ロープに振ってスタン、はい、ウエスタンラリアット飛び飛び様、カウンター砲のウエスタンラリアット、ババッととうとう食ってしまいました。場外に送り出します。スタンハンセンとうとうウエスタンラリアット爆発、そして場外に。My matches here, I've had. ジャイアントババってだ。とにかく不思議なレスラーだよ。見た目じゃ想像もできないくらい強いからな。俺は今まで3度ババと一騎打ちしてるが、みんな苦戦したな。
とにかくみんなが思ってる以上に馬場は強いよ。俺は実際に戦ったものしかわからんだろうけどな。それに馬場は俺と戦うときはやたらと熱くなるしな。よく日本のファンは馬場と猪木を比べたがるが、はっきり言って馬場と猪木は全く違うタイプのレスラーだな。猪木はいろんな技を知ってるし、なんていうか科学的レスラーだよ。それに反して馬場は肉体的なレスラーだな。あの大きな手や足を使って猪木がやるよりももっと相手を痛めつけるからな。だからどっちが強いなんて比べられないな。とにかくタイプが違いすぎるからな。他にも強いレスラーはいっぱいいるさ。日本は世界でもトップクラスのレスリングのレベルだと思うよ。だから俺も日本に来るのさ。そうだな、ドリー、テリー・ファンク、ジャンボ・ツルタ、ジャイアント・ババア、猪木、ハルク・ホーガン、ブルーザー・ブロディなんか強いよ。強豪レスラーと戦ってきたハンセンにとって、味方の立場で切っても切り離せないレスラーがブルーザー・ブロディである。198センチ、135キロのブロディとのタッグコンビはまさに実力世界最強と言って過言ではない。さあ、馬場が今サインを出しました。2人がかり、相変わらず2人がかりの攻撃。さあ、4人の選手がリングの中で踊ります。さあ、ちょっと待ってください。ジャンボツルタが外に来た。うわ、ウエスタンダリアット行った。馬場がウエスタンダリアットを送った。馬場がウエスタンダリアットを送ってしまいました。非常に弦の悪い札幌中島体育センターのリング上。あ、鶴田もすっ飛ばされた。さあ、ちょっと隙を見せました。ババツルタチーム2人ともダメージが大きい。ものすごいキングコング2位ドロップ。そのままあーっとカウントする。あっという間の出来事でした。ツルタ間に合いません。ピンフォール勝ち。サンハンセンブルーザーブロディチーム。ブロディはとてもいい友達だね。フランクと俺は無二の親友さ。同じ大学だし、タッグチームも組んでたよ。ヤスターずっと続くと思うよ。俺はフランク・ブロディを信頼してるし、ヤツも俺を信じてるよ。俺たちは日本でタッグチームを組んでるけど、世界でも最強じゃないかな。正反対の敵の立場でハンセンにとって切り離せないのがテリー・ファンクである。ハンセンにプロレスを紹介したのがテリーで、奇妙な人生の糸で操られ、まさに2人は宿命のライバルにふさわしく日本のプロレスファンのボルテージを上げている。リングサイド
ンパスが入ってきた。そしてテリーファンクを互い締め、ウエスタンダリアット逃れることができません。完全にテリーファンクはダーン、ワンバス後ろから互い締め、その間に助走をつけてのさすがのテリーファンクももう場外で完全にダーン、もうこれは完全に立ち上がることができません。立ち上がれない。テリーファンクの背中がわらわらと震えています。スタンハンセンはもう勝ち誇ったようにリングに身を出したが、再びスタンハンセンが。What do I think about Terry Funk? Well, I don't have a lot of good feelings about Terry Funk. I don't particularly like Terry Funk because テリー・ファンクは尊敬してるよ。とにかく強いし、手強いしな。だが個人的には嫌いだな。テリー・ドリーのファンクスはずっと自分たちをテキサスのプロレスの代表だと言ってきたが、やってることは全然違うことをやってるからな。それに同じウエストテキサスの大学出身だから、俺とブロディのことをずっと脅威に思ってたと思うぜ。とにかくテリー・ファンクは嫌いさ。だからこそテリーと戦うとき胸が躍るんだと思ってるよ。プロレスではお金のために戦う試合も多いが、戦うってことが嬉しいぐらいに気持ちが高ぶる試合もあるのさ。テリーとの試合がそれだな。テリーも俺のことを嫌って憎んで、俺と戦うときは異常にムキになるんだと思うぜ。だからこそ俺とテリーの試合はいつもすごい試合になっちゃうのさ。テリーファンクは本当に嫌いだな。テリーファみんなよく聞けよ。強くなるためには次の3つのことが大切だぞ。これを守ったから俺は強くなったんだ。第一に、とにかく辛抱することさ。そして自分の心を知ることだよ。第二に、体を大切にしてトレーニングして肉体を鍛えろ。第三に、いつも積極的に向かっていけ。自分は何もしないで人に何かをやってもらおうとはダメさ。自分からやらなくちゃダメだ。そして自分を信じることだ。そうすればきっと未来は広がるさ。俺はスタン・ハンセン。俺も頑張るぜ。君も頑張れ。